ス。で、なんかめっちゃゴロゴロする。あー、めっちゃめっちゃめっちゃ入ったそうです。うん、麦は結構食べてた。おはようございます。雨だね。雨降ってるんや知らんかった。外見えないから。だから雨降ってても家出るときに雨やって気づいて、それで傘持って出てくから。基本ね、なんか家におるとき外見ないきょうこ行きます。ありがとうございます。公園です。やったね。今日はね、昼夜で1ヶ月ぶりで昼夜だよ大阪は雨なの？いや、わかんない知らない。だってまだ見てないもん外。まあでも降ってても基本中おるからあんま関係ないんだけど、前のめりなんだよね、スタンドが。重さのせい。今日あれ、めっちゃ寒い日だし、夜がやっぱまあ寝てるから行こう分からん。でも、あ、多分家おるな。さすがに調べてみたんけど、多分もう家おる時間やと思う。か車かな。さあ今日昼夜やからね。なんかさ、さあって見ただけないけど、11時ぐらいが一番寒いです、夜の。多分わかんない。そう、自分に起きてる。起きてるよえ、だってママ寝てるもんそうは、皆さんはご存知の通り寝てますからね。たまに起きてるけど、今日って帰れないかもしれない。あら、大変。この前雪、なんかね、この前雨やったけど、若干一緒に雪降ってた。いつやったっけな、忘れた。来週寒い。やだな。え、待って、今日ねえ、もうやばいで。あのさ、あと1週間でさ、ケーキ特別公演やでやばくない？普通にやばいよね。1週間、バチバチ前にセブン行ったらついてるの見ちゃった。そうだよ、さすがにお腹空きすぎた軽くレオちゃんと買いに行った。そう、多分レオちゃんも一緒だった。うん、さ、おるやろなって思ったよ。おるやろなって思ったけどさ、
まあ、あやみとさ、レオちゃんはさ、もう出るって決まってるからさ、何番におるのは当たり前かって思う。しかたまさんね、練習もね、しないとやし、ね、息子の当てはね、ありがとう、お願いしますあ、いっぱいしてた。おはようございます、言って。ママ寝てるって書かれてた。うん、だママ寝てるやん。ママ起きてるやん、今日。今日はな、いつも起きてるよ。でも、じゃあなんでいつも、なんでいつもアラーム鳴ってんの今日は起きてたの、ずっと。そう、今日は起きてた。うん、ずっとなんか雨が起きた時点でもう起きてた今日雨なん？え、知らない、カーテン開けないからね、あんまり。冬さ、今日でももうやむよ。だって冬にカーテン開けても暗いな、もう朝。なんかまだ日の出なってない。湿ってそうではある。うわ、外、いや湿気で、この前前髪爆発した、ボワボワなってた。ねえねえ、うん、なんか作って、朝ごはん、うん、ベリーパン、うん、ベリーパンでやろうね。決めて、材料で。ハム、うん、麦ちゃん、麦ちゃん元気。てかみんな、てか麦ちゃんよりごまめの方が元気。うぎちゃん最近も動いてない。さかさん、あみちゃんとあかなさんが結婚婚約しましたけど、まだでも結婚のね、式、何、席、うん、席入れる前にしないと。まあ、とにかく4年後にね、しに行こうと。そう、女性も18歳らしい、18歳に変わったらしいからね。だからあと5年後になっちゃった。5年は長いな。長い。3年はまだいけるかなって思ったでも年齢さ変わらんから。そう、あやみも5年やし、若菜さんも5年。年齢さ変わらないから、まあ大丈夫。ただ待つ時間が長いだけこれが楽しみだよ。やったね。やみちゃんと結婚できない、幸せ。でもそう、でも若菜さんのファンの方たちは、うん、あみちゃん、若菜さんと結婚できるの嬉しい、幸せだねって言ってくれてかもしれない。
婚して育った子供ができた佐々木さんおばあちゃんだよ。そうだおばあちゃんだよ、孫ができるんだよ。リリアムちゃんが5年待ってる。あた、だからリリーやけどさ、別に推しが変わってるわけじゃないからな。今まで新しい人を好きってか推しになってるだけで変わってないから。わ、猫の尻尾が広がってる、あれ見んの楽しい。じゃあの朝に食べた、食べた、食べた、食べてないよ。あれ食べ、あれ食べれたらペヤングの激辛絶対食べれてる。激辛のさ、ちょっとあのあんまり味ついてない薄いとこを選んで1本しか食べてさ、食べてないのにさ、あの辛さやったらさ無理だ。おしまし、そうだよ、おしましだよ、笹おばあちゃんさん。おばあちゃんで、アミノバーバーがヒーバーバーって呼ばれるようになるんでしょ。ねえ、飼い猫が増えたから、そうそう。いつあったっけ、来たの2、じゃあ2月、そう。2ヶ月の時やから、あ、7月ぐらいかな来たの、ごまめが。の割には名前決まるのめっちゃ遅かった。ずっと悩んでた。マギアンジュさん、マイティとのマイティさんとの共演めっちゃ優しかったってか、うん、てかみんな優しかったね。あのキセさんほんまに優しいからさ、やっぱ なんかさ、その先輩も優しいねんけど、ナキセさんが結構関わる機会が多くて、あの、ね、リハ期間とかでもね、待機場所が一緒なんですよ、自然と。自然と定位置ができてて、球技のそれが七木瀬さんと一緒の場所で、まあ、こっち側は七木瀬さん、こっち側は球技みたいな感じなんですけど、それで結構関わる機会が多で、それで結構喋ったりしてたので、よかった。おにぎらずの皆さん、ニュース流れてる。なんか久しぶり、なんか、なんやろ、なんかあれやな、朝ごはんの準備にニュースってなんか面白い。秋瀬大丈夫か、それはカニオさんだよ。猫その毛って結構多い、服結構どころかもう全部ついてる。それは嘘やけど、まあ、めっちゃつくよ、とっても意味ないもん。とっても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 つくから、こすってくるから、だからもう一回コロコロしたらもう猫に、猫を避けてる。先輩たちもどうですかね、最初さ見端っこおったからさ、めっちゃ間に合わへんかった、走るの苦手やから。あと走るの苦手やし、ヒールやったから。
だから真ん中行かせてもらってよかったって思ったよね。184だって、すごい。ポジション大事、ほんまにポジション大事やった。なんか真ん中行けたから結構行きやすくなった。この辺結構高い、そう高いねん高いねん。メラメラだけもう実は裏切る。インターの時からずっと NNB 聞いてた。そのなんか難しい、なんでやろ、あんまりコンサートとか公演でやらへんような曲をばっか聞いてたから、ずっと。じゃあ雨村とある、いや基本いかんな、あんま用ないからだってそう、ね、あんま何があるか知らんし。この前行ったのは最近じゃない、前回行ったのは、あでもいちご飴食べたな、そこで。美味しいものいっぱいあるけどね、あんまママと難波で、難波付近でお出かけすることがないから危ないっす。出て一人で行くのもあみ多分迷子なるしそれでであれやな、多分前回行ったのがもう何年も前にベビータピーを飲みに行った、タピオカをめっちゃ流行ってた時に。それさ急ぎすぎてさ、なんかさ1分って意外と短いかもって思っちゃってさ、だからさめっちゃピッピッって変えたらさ、あの輪郭が変なになっちゃった。でも意外と時間あった。できたかも。ミュージックでドリンクが椅子あるかも。アービート何やったっけ、忘れた。4位と5位やったかな、どっちかが4でどっちかが5位やった。6人中顎マジかかったな。でなんかもう急ぎすぎてさ、シュッって書いたら思ってた形じゃなかった。ありがとう。何を食べる、美味しそう。うん、はい、ね、これ高いやつ。何それ高いやつって。いいパン、どういうこと。あ、美味しいパン。うん、うん、美味しいね。美味しそうやなと思いながら作ってた。うん、うんうんうん、これあれ何それホットサンドのやつ。そうのフライパン、うん、おいしい。食べにくそう。そんなことない、美味しそう。うん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 、食べたい。そうハムと卵、うん、パン屋さんなのかな。笹生カフェでいいやん。もう笹生カフェほら下手ほんまに、うんうん、誰かあのマクド買い取ってほしい
うん、劇場前でキッチンカーやろうかな。美味しい。どっかいいとこあるかな。うーん、今何もやってなくて、いいとこマクド。マクドやな。あの自転車を劇場前の劇場前の自転車全部どかった。うん、あそこを止めれないようにしたら多分いける。キッチンカー置ける。うん、うん、でまだマクド値上がりするみたいやね。え、そうなん。でもなんかチキンマックチキンチキチ、うん、マックチキンが帰ってくるみたいな。うーん、ちょっとあんま詳しくないねんけど。ドンキの風呂を買い取ろう。やばい、広一個もらう。美味しいわサンドイッチ。うん、わちょっとチキンクリスプ、そうやったっけ、それか。ハンバーガー65円の時代知らんだろうね。やって64?65円。やば、ハンバーガー。ケチャップかマクドのポテト250円。バッカ、まあポテト食べれへん。え、朝マックのメニュー、ああれか、なくなんの。なんかいろいろ乗ってるやつがなくなんねんな、朝マックので。エッグワークなんとかみたいな。じゃあなんかなんとかビッグブレックファーストみたいな。初めて聞いた。食べたことないな。昨日さっきそのあれだってさ、いつも同じやつやもんな。うん、いつもパンケーキ。あらマックはかなんかエッグマックマフィンやったっけ。うん、なくなっちゃうんや。まあ食べたことないからいいねんけど。キングブレックファスト。うん。爆福袋買った。すごい。フェワーは欲しがってたや。マックのドライブスルーなんかなこれ。うん。マックのドライブスルー。うん。あ、ブスやから欲しいなんねや。ドライブス、あドライブする。え、ちょうど今食べてたやつすごい。ハッシュドポテトめっちゃ美味しいやん。わかるもん、あれ一番好き。いつも2個買うもん。うん、セットについてる1個ともう1個。でももうそういうのやめる。だからだるだからやって言われた。あ、みんな食べてあげる。ソーセージエッグマフィンやな、私らたちがいつも食べてたの、うん、食べてるの、いいな、歩いて5分でマクド。うらやましい。お客さんに親切にしたら マックマカロンもらっちゃった。いいな。うん、マックマクロンでもまだ食べたことない。もうないあれ。そう、マックカフェのとこにしか売って、じゃマカロンは売ってるわ。あ、どこでも売ってるわけじゃないの。うん、マックカフェっていうちょっとデザートが多いとこもある。ちょっとデザートが多いマクロン。ハッシュドポテトほんまに美味しい。あれね、わかる。マクドのやつが一番好き。マックグリドルやって食べたことある。うん、ない。なんかパンにメープルシロップみたいなの入ってない。ない。知ってる。知らない。ん、そうなんだ。だって同じのやつしか食べないからさ。キッチン笹岡キッチンカーのメニュースマイルありますかやって。スマイル置こっかな。お、常にやってスマイルは。
マイル0円でも消費税ちょっともらって 2円ぐらいマイル2円、スマイル5円と袋つけるわ。タが8円ってこと、うん、違う5円袋でもスマイルもついてるってこと。ラッククイドル好み分かれる。へえ。甘いパンにあの塩辛いあのソーセージみたいな、はあ、甘辛みたいなやつ、甘じょっぱみたいな、普通のがいいかもじゃあそんな言わへんねんね。まみ、朝マックでさハンバーガーあんまり食べへんかも最近はな。よう食べとったやん前は。何食べとったっけ。あれ普通のもノーマルのチーズパン、チーズパンじゃないチーズバーガーちゃうよ、朝の普通のソーセージエッグマフィンみたいなやつ食べとったっけ。めっちゃ食べてたよ。マーマーもそれとか言って、マーマーがそれやから。あやみはプチパンケーキか、あの大きいパンケーキ。大きいパンケーキはバターの量が多い。うん、あのプチパンケーキはそのあプチやからカチッてやって、あのプチュって押してソースとやあれが一緒に出てくるタイプやねんけど、アサマックの普通のホットケーキはバターのこれとあとはメープルシロップなんよね。だから美味しい。パンケーキが、うん、ソースが。プチパンケーキはリンゴソース。あーなるほどね。うん、スマイル10個やって20円と23円。ちょっと計算分からん、それどういう計算してんの。だってスマイル1個2円やから。ちゃうで、5円やで。袋と一緒で5円。5円、うん、だからでもってことは、うん、袋10枚ついてくるけどいる、そんなにいらん袋10枚、絶対いらん。あゆみちゃんおもちゃはいらないのかな。じゃあ俺もじゃいらない大人になってる。だってマジだって使わないのよ。娘が大人になった瞬間や。ハッピーセット頼まなくなるっていう瞬間じゃないやん今日が記念すべき。もうずっと頼んでないやん、やみそうやったっけ、うん、だっておもちゃに好きなやつがあんまないんだもん。なんか知らないやつあったら頼む、クロミちゃんとかやってた。あんま食べてた前頼んでたやん、クロミちゃんの時。それはクロミちゃん風やつやからやって、クロミちゃんが好きやからクロミちゃんのためにハッピーセットを食べてた。あ大人やなって。そうけど祝ハッピーセット卒業。いやもっと前からしてる大人やんやってけど、なんか広がるからもしたそんなんもう毎日行くわだってさ、ハッピーセットのおもちゃってさ結局はあのマクドのとこに戻すやん。あそうなんか使わんくなって、なんか戻してもいい。あのシステムはちょっとよく分からへん、知らんねん。目に留めたことがない。捨てるよりかはそこに入れた方がいいかなって思う。だってなんかリサイクルされるんやろ絶対、うん、あのトレーにリサイクルされる。トレーにやんの、うん、あれ潰されてトレーになるんだよ。めっちゃいいやん。あのおもちゃで使えたトレーは緑色やねん。マジ詳しい。なんでそのマクド状況詳しいマクド博士やん。まあ商品あんま分からんけどね。マクド博士や。へえ。でそれ結局ハッピーセットとか、ハッピーセットさ普通に毎日頼んでたの。何歳ぐらいまでやろ覚えてない。いつもマクド行く時にハッピーセットにしてたのってこと、うん、でも小学、もうでも4の時点ではあんま食べてなかったけど、そうだね、なんかエビフィレオにハマった時期からぐらいからもう卒業しだしたんちゃう。うん、枝豆コーン好きやね。あみはサラダが好きです。ごまどれな、そうごまドレッシングのあのサラダ、入れ物変わった。ハッピーセットのおもちゃにクロミ出てたけどもう捨てたのかなって思って。本当にあるやんな。あるある。クロミちゃんなんか捨てるわけないじゃん。そう知らんやん。あそこにある。どう？あの棚の中これ、うん、注意がした。筆箱をやったから筆箱の場所にしまった、うん、あこれかこれ筆箱、うん、うん、筆箱みたいやろ。可愛いからメガネ入るかなって思って入れてみたけど入らなかった。メガネケースみたい。これおもろくない？それよしみんから
闇取引やん。違う。今ね、ちょっと見てほしい。今これが引き出しの中に入ってて、うん、なんかちょっと重くて、うん、でなんかなんか親の知らない買い物とかしてるみたいな、なんかそんなん聞いてないし、うん、なんか隠れてなんかあかんねやと思ってちょっと開けてみて、開けたら大金入ってて。ねえ、なんかヨシミンがな、うん、キッザニア、あ、ユタガのか、え、そう、ヨシミンが来るキッザニアっていう施設、あやみがまだ行けるから中学生までやねんな、そう、中学卒業するまで行けるから、その自分の家にねえ、これさ、みさ捨てたっけ家にあるやつ、え、ママが捨てたもん、捨てたか、めっちゃ前な、あゆみがほんま4歳とか5歳の時に行って、いや、キッザニアってな、あのあれなんや、パパとママと子供1人、うん、で行くのがちょうどいいよ、うん、パパそんな一緒にいてくれへんから多分ママ1人とあやみ1人、うん、では行かないなと思って、うん、やし、ママ友と行ったことがあるんだけど、ママあやみと、あやみと保育園一緒のお友達と、うん、ママとママのお友達で行ってんけど、うん、まあ、両方自分の子ばっか見るやん、うん、ほんでママなんか見てあんなんしてるかわいいみたいな、うん、をこう誰かと言いたいねんけど、うん、ママ友とはママはもうお互い自分の子見てるから、うん、見てないやんか、うん、見てるけど、うん、だからちょっとなんか、あ、いつ行こうかみたいな、でもあやみ、でもそんなんせんくてもいいや、もうあやみの年齢では、でも行きたいからもらったんやろ、行く、使いに行こうじゃん、行こう、キッザニア行こう、あと2年使えるから、これよしみからのな裏金しかちゃんで、しかもさ、だからこの9枚を1枚でまとめてんのよ、もうめっちゃヨシンの家のちゃんとしてる感がもう可愛すぎんねんけど、ね、ほんまにおもろい、ちょっとふうとなんだかなと思って、めっちゃおもろかった、そう、これ言ってなかったな、それはご縁が、え、でもキッズにはめっちゃ楽しかったよ、あやみが、え、楽しかった、連れてった時、あやみを連れてった時、また行こう、また行こう、明日、朝無理や、あやみが最近やり取りしてた封筒で、ほんまにおもろい、ほんまにおもろい、よし、よし見てからの、そう、お金ほんまにおもろい、あ、みややのキッザニアとかも絶対に可愛いもんな、そんな、うん、行ってほしいね、キッザニアで使える裏がね、それちゃんと申告せなあかんやん、確定申告いるんか、でも裏、怪しい 裏取引やからそうやんな、だってこれ贈与税みたいなかかるんちゃう、何それ、税金、お金のやり取りするときは税金がかかんね、もう最近ちょっと勉強したから、でも裏やでうん、あかん、それもう家宅捜索入ったらもうあかん中学生にしたお金は確かに、え、でもな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 、税金のもの来た、これな、1円と5円と10円やねんな、え、1キッザやろ、そう、1キッザ、10キッザやろ、うん、でも1円じゃないから、1キッザ1円じゃないかもしれない、うん、レート知らんけど、何で使うのやったっけこれ、なんか鉛筆とか買えんねん、それで自分働いたらキッザニアでお仕事したら、うん、そのキッザのお金がもらえて、しゃべんじょうだいそのもらったお金で、うん、なんか鉛筆とかメモ帳とか買えんねんうん、キッザニアならずっと行きたかったよなキッザニアで確定申告を学ぶのおもろい、やばい、でキッザニアでその鉛筆とかシャーペンとか買ったやつを領収書もらっといて経費で落として税金をちょっとお安くできるようにしとかとかね、あてなすごい、こんなにやったら何買えるやろ何が変わるやん、え、ほんまや、なんかさす、アミアヤのキッザニアさん YNN とかで行ってほしい、
そんな無理なんかな。60キッズあるよ。すごいやん。60キッズお札数えるのやめてほしい。確定申告どんぐりなんかわいすぎる。やった。朝からやばい配信見ちゃった。おもろす。じゃやめなさい。ほんまにもう。あ、50もある。ね、ってことはカード持ってないってことか、マヤミ。まカードとかあったな。銀行のカード、もう一回作り直さないと。めっちゃ可愛かったんな、キッザニアの銀行のカードの名前書いてるあやみが。難しい。捨てちゃったかな。いやでも捨てた記憶あるで。そうやんな、だって、うん、もういかんやろって思ったことあるもん。いかん。でもせっかくヨシミンがなくれたやったら行きたいわ。また銀行作り直していこう。え、その時はめっちゃお金貯まってたんやの。そうやったかな。めっちゃ貯まってた。だって使わず帰ってきたもん、うん、あやみこれ、うん、ペンとか買えんねんでって言ったけど、なんかいいとか言って買わないって買わずに。物欲ない頃のあやみや。いや、強くはあったよ。ブルー追ってたから、ね、おもろっ、娘の引き出しって見るもんじゃないな。見るもんじゃない、しかも思春期のさ、娘の思春期の娘の引き出し見るべからずってらしい。法律で作らないと。札束を打ち回すのアイドルは嫌だよ、絶対そうやんな。ほんまにそう。脱税疑惑。よいしょ。まあ、また行きましょう。1キッズ何円ぐらいなのかな、分からへん。分からへん。レート変わんのかな。え、この時代やから。うん。いやん。よしみも溜め込んでたのに。かわいすぎんねんけど。だってさ、あ、確かにまだ高1か。で、キッザニアのお札をさ、うん、9枚を1枚で渡るのほんまにかわいいねんけど。なおろ。これタンバリンさんがやったんかな、よしみんがやったんかな。一緒にやったんかな。もうかわいすぎんねんけど。いとおしい。で、50キッザもあるやん。うん。2枚、100キッザ。すご。え、かわいい。膝なく。嬉しいな。そうやな、キッザニア行かなか。そうやな、さ、キッザニアって兵庫？兵庫。あー、だからキッズプラザは大阪やな。キッズプラザは大阪。大阪がよく行ってて、親戚と。親戚と？うん。キッズプラザ？うん。ママとも行ったよ。行った。ちょっと封筒入れとかな、早く。なんかもう直しときこれ。キッズプラザは4回ぐらい行った。え、初耳やねんけど。マミタン近いのかな、じゃあ。まあでも兵庫でも場所によるか。うん。兵庫ってめっちゃ広いで、だってなあ。こうやもんな、兵庫の形、うん、でキッザニアどの辺わからん、どこキッザニアって。え、分からん。知らん。知らんのか。だって連れて行かれるがままやし、しかもその時ちっちゃいところなんてどこにあるかなんて気にしてないもん。確かに、甲子園の近く。へえ、いた。ぶつかった。キッザニア行こう。キッザニアさ、でもさ、5歳とか6歳の子がめっちゃ。だからアミと行くねん。友達とか。アミとか。え、絶対可愛いやん。アミと行ってほしい。今度誘ってみたら。うん。お金あるかな、アミ。持ってるかな。東京にもあるって。もうちょっと作ってほしいな。大阪にちょうだい。兵庫にもあるけど。直すときが通じない全国。ママ今直すときって言った。うん。直すときってさ、方言やねんて。へえ。なんて言うん。なんて言うん。なんて言うん。しまっときとか。あみちゃんもたくさんおで、確かに逆に持ってそうやな、いっぱい近いからこそ、兵庫で同じやからこそ。
なんかでもよく言ってたみたいな言ってたよな、みたいな。うん、直すときってどういう意味やって。始め直すとくねん、直すねんな、片付けってか、片付けときみたいな感じ、しまっときみたいな、しまっとき、しまっときもいい、しまっときわ、うん、かるけど言わんよな。うん、ほっとほっ、ほっときは捨ててるになる、ほりやみたいな、ほかす、ほかしや、ほかすは捨てるけど、あみは捨ててっていう、普通に。え、ほかすは捨てるやった気がするね。メバチコじゃん、メバチコは普通にどういうものなのかするもの分からんか、直すかっこ元物直しは方言です。そうやな、直すって言ったらなんか修理するのかなみたいな、これ直しときやみたいな、壊れ、どっか壊れてんのみたいな、うん、ってことやな。でも状況的に分かるからな。そう、え、直しときってなんていうの。でも方言やから、うん、え、ってたね、直す？壊れてるの？ってか、どうやって掘る？ほかすもちゃうてやな、捨てる、ほかす、捨てる。え、じゃあほったらかし、ほったらかしは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 、ほったらかしじゃん。ほかしてないからってことか。ほったらかす、あれ、ほったらかすとほかすは別の、別々別々なんや。うん、うん、一口食べよ。え、今から、なんかちょっと食べたくなった。メパチコ、関東人にほかしてて、メパチコ、メパチ、メパチッコって何？メパチッコ知らん、メパチッコ知らん、初めて聞いた。しんどいも方言ですね。うん、なんかしんどいってさ、他に言うやんな、だるいじゃなくて何だっけ、痛いじゃなくて、辛いじゃなくて何だっけ、痛いじゃん、だるい、違う、しんどいのことをなんか、えらい、そう、えらい、えらい、えらい、何それ、えらい、めっちゃえらいわみたいな、ありがとう、違うね、えらいわ、ちょっとしんどいわってこと、うん、うーん、えらいってことだよな、えらいわ、しんどいわってことですよね。ありがとうって言っちゃうわ、今日えらいねって言われたら、ありがとう、えらいねじゃないね、えらいねんやから、だってえらい、今日えらいな、えらいね、えらいねんって言うね、おめでとうとあ、そう、あ、そうですかってなるあやみんはえらい、あやみんは偉くない、あやみんはしんどい、あやみんはしんどくない四国らへん、名古屋あたりって書いてある、えれーって言うねんて、四国らへん、別所ないは使う、なんやそれ別所ないってのに、別にそんなことないよみたいな、別所、なんか別所別所ないよ。最近西もも関西弁に移ってきてる、うん、なんかイントネーションが関西になってきてる、ほ、あの帯、なんていうの、言い方は東京やのに、うん、なんかイントネーションはたまに関西になってる、映るよな、うん、映る映る、でもあゆみたちも映るね、あゆみも映ってるな、表現語、表現語、標準語どこ兵庫の人はめげるってよく言うイメージやってる、へー、壊れること、めげるってなんかめげない、諦めない、そうそう、めげないみたいな、諦めないみたいな、うん、めげる、諦めるって感じ、うーん、諦めバッチコーイって関西弁、それはもうなんかもう何あやみたちでも言わんで、何語なんやろ、バッチコーイって野球の人が言ってるイメージ、うんうん、スポーツの人、バット振ってこい、こっちこいかと、わて、うん、っていう人、わてはおらん、わしはおる、え、わしって呼ぶの、わしっていう人2人ぐらいおる、どこに、学校に、学校かい学校かい
イントネーションのイントネーションが関西弁やって言われたことある。イントネーション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 のイントネーションがおかしいよ。なんかイントネーション。イントネーションはイントネーションよね。めげる。関西って1から10まで数えられるのは独特なリズムあるよね。え、それ関西だけなん？関西以外の人はないの？え、1,2,3 ものしっぽってこと？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってことやろ？ 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 そんなゆっくり数えへんな。お風呂入るときとかこんな数え方するやん。それはできるだけゆっくり。7,8,9,10 1,2,3のしっぽも言うけど、それも大阪だけっぽいけど。へえ、俺らのモスコーラッパーラッパーなんだっけ、もっと歌っぽい、もっと歌っぽいとかある？1,2,3,4 1,2,3,4みたいなこと言ったことない。やばい、初めましてすぎる。にしろハートか。あ、にしろハート、にしろハートってでも音階あるよな。にしろハ10、にしろハ20、にしろハ30って数えてる。あ、それそれそれ、あ、それそれこれ、それやって、これはにしろハートあれやね、こっちの方が楽じゃん。いっぱいの、どちらにしようかな、どちらにしようかな、こちらにしようかな。マジ人によって違うよな、地方っていうか。何を？あのどちらにしようかなの続き。ほんまに人によって違う。え、一緒に言ってみよう。うん、いいよ。え、待って。え、なんかおならプンプンプンみたいなの出てこんかったっけ。え、出てこへん。そうなんだ。そんな言わしたあかんと思ってる。あれ？あ、でもマジで一瞬で終わる。いくよ。うん。せーの、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、ブブブブブブブ、アミネズミの歯が一本抜けたで終わり。何それ、聞いたことない。ね、ネズミの歯が一本抜けたで、何それ。え、なんかでも学校はみんなこれやってる。え、ブブブのブブブ。だから、あやみそんなの話に言わしたらあかんと思う。あやみそんなんないし、聞いたことない。いや、ネズミの歯が一本かけた、面白い。抜けた。そんなのないよ。かけてない。なんでネズミの歯一本抜ける。知らんねんけど、そんな。え、あやみは、あの小学校の時の一個上の人に教えてもらう。え、どちらにしようか、天の神様の言う通り、なんか柿の種みたいなのもあった。あ、柿の種あったけど長いからやめた。長くないよ、ネズミの歯が一本抜けたの方が長いよ。だからなんかさ、ネズミの歯が一本抜けたなんとか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 柿の種やったからさ、ネズミの歯が一本抜けたで終わった。柿の種アッププとかもね、全然ちゃうよな、みんなこれ。あ、だってもう一つのおまけにプププは聞いたことある。うん、それも言ったことある。天の神様の言う通り、アッププのプププかも。あ、よかった。アッププのプププ柿の種かもしれん。終わり。どちら、ネズミの歯が一歩抜けた。ほんまに知らん。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、ネズミの歯が一本抜けた。終わり。どこの地区だ。危ない、危ない、危ない。すごい、みんなめっちゃぶっちゃかぶっちゃか書きまったね。油も知らなおが割れた。え、ほんまにおもろい、ネズミの歯が一本抜けた。じゃあネズミの歯日本しかないのに。そうや、日本しかないのに、日本しか見えてないのに、その一本抜けんねんで、だから一本になっちゃう。かわいそう。
これからネズミのイラスト描くときはここが2本じゃなくて1本になります。かわいそう、2個しかないのに2個。ええ、まあ、ちょっとそれだよ、それ待って、おいしい。ネズミ大社いいから。あやみの歯が1本抜けた、やめて。あやみってもう歯抜けへんの？まだ抜ける。え、歯、詳しい人、歯っていつまで抜けるんですか？あとこっち2本だからの奥。まだ歯抜けんの？うん、え、5番目ぐらいまで。え、この後じゃあ歯抜けてる瞬間があるアイドルってこと？え、5番目まで抜けんの？うん、多分か。1、2、3、4、5。そこが抜けてないね、上2本。え、ほんまに？いいってして。え、黒このドーナツ、うん、チョコやもん。いい見せれないでしょこれ。きたな。そうそう、チョコのドーナツ食べたらばっかなやから黒いよ。最悪。あ、ひらず抜いたよ、ママ全部抜いたと思う、4つ。へえ、あ、まだ来てない。来てないって何？わしらずない、まだちょっとずつ抜いていった。なんか痛い？怖い、抜く瞬間はめっちゃ怖い。うん、痛い、もうないの？クロミちゃんって言われてる。はぁ、クロミちゃん。でも落ちた人もないかも。何が？入試だからもう分からへんよな、数えてられへんくなるよね、うん、そんないっぱい。ここやな、確か。え、分からへん、 歯詳しくないねん、ちょっと。だからもうどれだけしか影響しか分からへん。音響くん、めっちゃ怖い。音響くん、なんかバキバキバキメキ、いやー、怖っ。グッグッメキ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 って言って、あ、もう抜いてるから、元から。ん？え、根元から抜いてるから神経がブチブチブチっていくってこと。神経はちぎれへんけど。気持ち悪い、抜けた歯エレビション。最悪やねんけど、気持ち悪い。無理。いやいや、確かに親知らず抜いたらしばらくかかる。あ、宮谷の入手。ねえねえねえ、食べすぎ。ごめん。もう半分もなくなったじゃん。おいしい、知ってる、買って。もう麻酔の風から痛くないねんけど、音がやばい、うん、ゴキ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 みたいな。寝とこ。寝られへんで。なんで？だってゴキゴキ言うもん。でも麻酔してる時点で寝る。ほんまに麻酔ってだって、あれ、ここだけやろ、麻酔やから。うん、でもなんか4本一気に抜く人はもう 全身麻酔なんかな。いや、もう4本一気に抜く、入院して抜く人とかも。でさ、1本1本抜いてたらさ、うん、そのたんびにさ1回休まないといけんってことやろ、腫れるから顔。でもママあんま顔腫れへんかった、そんな腫れた状態でさ。確かに腫れる顔めっちゃ、え、でも確かにさ、マイティとかさ、なんか抜きましたみたいな、腫れてるから乗せたらな、抜いた方がいいんかな、一生もやから。歯医者行ってね、絶対ちゃんとしたとこで抜いてもらおう。ちゃんとしてないだろ、ない、なんでやろ、うまい先生、みんながもううまい、みんなうまい、みんながうまいって言ってる先生。そう言われたら、じゃあママが抜いてもらったのとこは上手だったのかもしれん。なんか片方ずつ抜いていったけど、なんか見て、親知らず抜いたから腫れたみたいな言ったら、ほんまや、両方抜いたんって言って、両方顔パンパンだけで片方しか腫れてないねんけどみたいなことがあったから、多分あんま腫れてないね、下の方が痛いね、うん、痛いし腫れんねん、うん、分かんない、顎の骨が独立してるから腫れる。あれ目に出るかな、親知らず。親知らずって出ない人もいるって聞いたことあるけど、今一瞬真っ黒のお口の中見えたやって。画質悪いから多分大丈夫。え、全然大丈夫じゃないと思う。え、グッパして、グッパで別れ。
グッパで別れ、うん、だそうです。何え、さっきのさ、うん、ネズミの種がみたいなやつの後でグッパもちゃうよなみたいなコメントがちらっとあって、うん、今見つけて、みんなでもグッパで別れだよ。グッパで別れ、うん、グッチュッパーも聞くけどさ、チョキないやんって思う。確かに。グッパーで別れましょうや。長グッパーで別れましょう。なってない、なってない、なってないわ一緒、なってないわ一緒。なってないもさ、人によって違うやつあるよな。うん、なんかこうみんな一緒やからな。グッパーでみちょぱグッパーグッパーグッパーでほい。ん、あ、間違ったに違うから言わない方がいいやって。ほんまや。まあでも教育の問題かもしれん。いや違うやん、だから大体この地区ってなるかもしれんやん。じゃあもう遅い。グッドーパピッパ、ピッパ可愛い。でもさ、なんかもあみは人に任せてる、うん、人に言ってもらうね、手だけこうやってブン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 してるの、うん、みんなそう。お前グッパ、ほんまグッパさんももう遅いやん。痛い、思ったもんな。痛い、この前やらけ、どこにあんねん確かに地域、同じ地域でも人によってちゃうよな、うんうん、世代とかな。いや、ここの地域とここの地域一緒とかもあるかもしれない。ああ地域ごとに違うにしても、グッパで別れましょうがこれが正しいらしい正解あったんや。歯抜けたら劇場ロビーに展示してやって面白い。確かに顔腫れた時って顔認証できるのかな。まあ、アメ顔認証じゃないからいや。麦ちゃん、でも麦ちゃんが認識してくれへんくなるかも。顔腫れたぐらいで。あやみって。匂いやろ。匂い。じゃあ5番目。匂いでしょ。グッパで別れんねんでおもろいな。なんか。リズム独特、みんなめっちゃちゃうよ視点次回怖あやみとあみと黒島さくらちゃんぐらいは、うん、多分あるかな、ね、一世のおでしよう。なんで一世のおでは一世のおでやん。あ、そっか、ちゃうじゃないだっけ。んさっきなんか出てきてたな、だ指、あの、それか、指立てるゲーム。一世のおでちゃう。指立てるゲームって何？指、これ何ゲームっていうの？一世のおでやな。多分一世のおでやろ。一世のおでいつとか。指すま、そうそう、指すま。あ、指すま、指すま。何すまって。何？指すましブラザーズ？あ、スマッシュブラザーズ。指すまって何？なんですまなんやろな。バッシッシおもろ。指すまのすまって何？ケイチさんのスマホってさ、レイさんでも顔ロック解除できるらしいよ。そんなに似て、指すま。チッヒーの顔でも飽きそう。確かに似てるよね。ケイチのスマホ。ケイチさんのさ、なんか前髪をさ、横にさ、流してたらめっちゃケイチさんに見える。兵庫だからスマだよ。あ、スマ、水族館のスマな。指すまのスマって。スマスマでやってたからだよ。あれ？スマスマって何？スマップスマップっていう番組があってやな。スマスマっていう番組あって。でそれでそれが作ったん？それで指スマになったん？その番組が作ったん？え、どうころん。その前からあったと思うけど。あ、じゃあその人たちがよくやってたってこと？その番組。スマップのスマなんや、じゃあ。一緒ので2みたいな。伊勢のでゼロ。あゆみちゃんスマスマ知らんな。あ、そうやな、同じ遊びはもっと前からあるよ。ビストロスマップも名付け親ってこと。え、ビストロスマップってあれ、ほんまにその場でスマップの人たちが料理してますか。
ちっちゃい子からずっと疑問やってもなんかオーダーが入んね、芸能人の人が来てオーダーかなかなオーダーうん、なんかなんとかな料理みたいなって言ったら、スマップたちが、スマップは知ってるやんな、ギリギリ、え、あれ誰だっけ、キムタクの人たち、キムタクの人たち知ってる知ってる知ってる、キムタクの人たちが料理作んねんその場で、うんうん、でそれを芸能人食べさせないんけど、あれってほんまに作ってるんです、うん、作ってるんですか、あれや、だってあんなすごいの作る、あの人たちの歌、あやみベルで演奏してるの見たことある、花がどうとかの歌、あそうそうそうなんて歌ってっけキムタクの人、えそちょ待てよの人ちょ待てよは知ってんねや逆に知ってるなんであれはキムタクしか使ったいけないっていうのを聞いたことあるから、何をちょ待てよはキムタクしか使っちゃいけないって聞いたことだって、そのスマップって方たちは知らんかった最初、うん、でも、うん、キムタクを知ってキムタクさんを知ってでその人がスマップっていうグループってことを知って、それで知った元、だからあめ本当は普通の芸能人やと思ってた、なんか知った時は、子供いるんでしょ今、子供子供いるんでしょあやみより年上、うん、やんなやんな、うん、もう大人の子供がおるよ、可愛いやろなって思いながら、顔も見たことないの、うん、あるバーバーにしてもらう、あんのかい、へえスマップ、そうあんな絹の綾さん、娘さん、慎吾ママも知らん、おーはーい慎吾ママです、みんな今日も知らんわな、元気に会えず、おはスタ、おはスタみたいなもんみたいなもん、だっておはー言ってたから、キムタクの人たちあと何人おるか知ってる、他あと3人ぐらい足りひん、かわいそう足りひんね、何人ないっちゃん最初は多分6人おったけど、うん、有名なのは5、あ、5なんや、4やと思ってた、うん、5人組、4やと思ってた、足らなかった、野球は何対何ですんやった、野球はサッカーしか覚えてない、野球は何人対何人ですんやった、5 5対5です5対5でやります、野球は、あみたちでも今後5対5でやりますあみたち4人でやったからねこの前号泣の時、5人対5人あみたちこの前4人対17でやったよ確かに、サッカーは11、なんで知ってんの、あの学校でやった、11の答え方だ、ジュズリーチ AKB の神7、あーなんか聞いたことあるよ、聞いたことある、あのムチがバレるほんまに分からへん、昔のとかほんまに分からへん、昔って言わないの昔やねん、初期初期じゃないの、初期初期、じゃあソフトボールは何人対何人、え知らない、ソフトボール見て見て、何人対何、6 6対6 6対6だそうです、だソフトボールは6対6です、6、あとはバレーボールは何対何、何だっけ、忘れた、頑張れ、忘れた、頑張れ、7、8、7人か8人7人対8人7人か8人7人対8人7人か8人7か8 7人対8人えで何人やったっけバレーってえうーんめっちゃ配球見たりバレー部やったりしたな、配球とかそういうのは6対6やな、6人対6人です、トスに渡す人と守る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 人みんな守ってるやん、トスと守る人しかおらんやん、守る人と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 トスとトスに渡す人、柔道は柔道何対何、柔道って何柔道1対1じゃないの正解
ラグビーはママラグビー何対何かでも分からへん。17ぐらいそう。あ、17対17だそうです。うん、だから9期2人よ。ああ、9期を2校にやったら17対17でラグビーができる。そう。ラグビーは17対17ね。ああ、もう正解知らへん。フットサルは？やば。ちっちゃいサッカーみたいな。11対11サッカーは11ならフットサルも11じゃない。11対11。え、バスケは？ラグビー15らしい。惜しい。なんでなんで？ラグビー15人らしい。15対15、うん、え、惜しいやん。惜しい。バスケは？バスケ、うん、8 6 8。 8対8で、うん、8対8です。はいはいはい。アタックする人おらんのも誰が電気めんねん。おもろい。テーマも人勝手に入んねん。だから守る人がミスるときしか点が入らへん。おもろい。ちょっとなんか何も知らないようになってしまったかもしれへん。でほんまにほんまにね、安西で何それ。そう、ほんまに分からへん。スポーツ見てたのもバレーやし、バレーでも人数覚えてないし、バスケ5人、あ、バスケ5人なんや。知らなかった。もうこれあやみが今新しくルールつけてるから、ほんまにスポーツ無知すぎてやばい。将棋は1対1、将棋は1対1。それなんかたまにニュースでな、いや、ちょっとテレビで流れてくる。なんかお昼頃とか土曜日のお昼とかめっちゃ衝撃流れてきた。ミヤ2人で1人、じゃあ将棋も2人で一緒にできるし、柔道も2人でいける。ポートボールって何？ポートボールって何？日曜か。そう、土日のどっちかのお昼頃に将棋やってるよね。アミヤヤが2人で1人やから、アミヤヤ対誰かになる。ポートボール初めて聞いた。マージャンは何？4人、1対1対1対1。ポートボールって何？なんかあるじゃん、端っこと端っこに人が一人立っといて、自分の味方のその立ってる人にボール渡したら良いみたいな、じゃないの？ゴール代わりに人立てる？へえ。バスケのゴールが人のやつ。へえ、すごい。おはようやつ、コマミルさんが。なんか久しぶり、コマミルさん。じゃあ久しぶりですよ、ママが見てないだけ。そう、ママが見てないだけ。ママが見てないだけ。来てくれてはいるからね。え、ポートボール絶対体育の授業でやってんけど、あやみやってないの？やってないよ、そんなあやみ初めて聞いたもん。え？何？ゴロゴロやってる。聞こえますか、皆さん？一回黙る。あやみのお膝元に来て、お膝元。でもショールームの時いつもここやで。かわいいねー。さっきと30代って言われてるけど年齢一応公開してます。はい、32です。32でした。無音やって。ダブル東さんが31。かわいちゃん、猫見せてやって。いけるかな。実家。ね。下からすぎてやばい。おまちゃん。近いよ。近い。うわ、かわいい。し、はい、
タラのバターに見えた。31日まで飲んでるって言われてる。やばいやばい。グーグー聞こえてんねや。まだ全然人に懐いてないんですよ、この子たち。でも、やみには懐いてんねや。うん。やん、かわいい。いいなぁ。トマガイさん、いつも買ってきて、お水も入れ替えて、うんちもいっぱい拾って。もうじゃあ、あやみちゃんにめっちゃ来てくれるから。世話してんのに。なんであやみちゃんにばっかり行くの。毎朝ご飯あげてるの、あやみやもん。そら、マンもあげてんねなんでそんなあげたら太っちゃうもんね。で、太ってるやんな。ほんまに太ってる。太ってるとか、お、成長した。めっちゃ太ってきた。かわいい。おもちゃん、ショールームの時、いつもここ来てくれる。てか、ママ、猫さ、耳パッチンされてないの？耳パッチンされてない。もうすでに飼ってる猫やから。そう、野良猫を先に手術して、うん、何だっけ、子孫が残らないようにする手術をしてから、うん、その野良猫をの飼い主を探すときは耳パッチンされてる猫ちゃんが来るけど、うん、この子たちはもう神社で拾われて、うん、もうママのとこに来て、うん、ちっちゃいから、うん、でも飼い猫になってから、うん、手術しますって言ってるから、うん、野良猫に対しての手術じゃないから、うん、ミーパッチないの。うん、だからムギちゃんはあるんか。ムギちゃんはミーパッチ。なんで？だってこうしないと。かわいい。みんな拾った猫なんです。そう、3匹とも。こうしないとさ、周りが映っちゃうんだもん。かわいい。いやん、スリスリしてきた。ね、神社縁起よいね、確かに。そうなんや。幸福を拾ってきてくれたんかもしれない。天井の張り紙あるね。めっちゃ舐めるいつもね。あやみ推しなんや、ゴマは。へへへへ、もう一生触ってられるよ。麦はママ推し。豆はようわからん。豆はほんまにようわからん。豆はほんまにようわからん。あ、ほんまなんか末っ子というか。ねえろ。なんかほんまにようわからん。めっちゃ気分や。気分やでもあるしな。気弱いねんな、たぶん。うん。男の子。末っ子のひょろひょろの男の子って感じだもん。いつも覚えてるのは豆。おもろい、まこさんに。あ、私もあやみちゃんおしゃなんで実施してごらん。かわいい。にゃーうん、ふい。なんか、ふわふわになった？ふわふわになってる、なんか。全然冬だから。なるほど。なに？にゃーにゃーかわいい。かわいいんです。あみちゃんの耳。私ゆきりんさんとは同い年じゃないけど同い年。あみちゃんのほっぺ。え、ほっぺで、あ、そんなことなかった。そしてごまちゃん。あー、かわいい。ごまちゃん、こっちも綺麗やんな、ごまちゃんって。キリッとしてるね。ほっぺに何させようとしてんの？え、違う。かやみのほっぺって紹介してたよ。ショールームに。じゃあこれ、あやみちゃんと映ってますよっていう。あやみのほっぺだよっていう。そう、あやみのほっぺ映ってるから、バンならないよっていう。もう一回やって。あやみのほっぺね。プリプリしてる。あやみのほっぺめっちゃ気持ちいいよな。なんでやん。あやみのほっぺめっちゃ気持ちよかった。昨日触ってんけど。なんで？いつ？昨日触ったよ。寝てる間？ちゃうわ、寝てる間に触らないよね。あ、整えてる時か。あやみちゃんはいいのでもっとごめん。ひどい。ひどい。あやみのプニプニほっぺなのにね。あんま自分で言うもんじゃねえ。思ったよりあのへこんだほっぺ。似合ったな。うん。
寝てる間にほっぺ触らんわ。愛しいかよ。なんか取りに来たついでに触った子ってな。時間大丈夫やって。大丈夫やで、ね、アビ。4日の剣。あーこずっとおるね。ずっと言い方前からね。うん。ねえごまっちゃう。あもう一生この状態で降りたい。そしたら腰が終わっちゃう。でも笹岡のほっぺはもう終わってんねん。あどっか行っちゃう。いや行かなかった。ごまのうちは買うようになって、もうごま推しになってしまった。かわいいでしょうちの子。でもごまもあんま映ってないでちゃんと。あみ今ちゃんとカメラ見れてないから。ちゃんと見て。首痛いねん。かわいい。あやみの体勢。あやみ側に寄せて。あちっか。ゴマはめちゃくちゃ若いよな。あ、一歳にもなってない。まだ。そうだ、1歳、え1歳なってない。まだなってない。かわいい。うわーね、なに君、なんなのほんまに。あゆみさん毛深いですね。初めまして。あゆみさん毛深いですね。違う違う。これあゆみじゃない。待って、あゆみのちょっとね。ゴミ箱それ。チャレンジのゴミが。よかった、学校の手紙とかじゃなくて。チャレンジでした。1歳前であゆみちゃんと同じ歳ぐらいかな。人間でいう13歳ぐらいかな今。確かに。そうか、まだ1歳になってないかな、うん、ずっと一緒におるような感じがするけど。確かにまだ言うてね、2、3ヶ月とかでうちに来たから。うん、テスト大成功って書いてた。そう、チャレンジらしい。チャレンジらしい言葉。それをやれば中間大事。そう、先輩に聞いたテストの勉強の仕方、いろいろ書いてる。これチャレンジでやったことがある。かわいい。もうあやみおらんで。おんねんこれ。あやみじゃあこっから映ったらさ、なんか進撃の巨人みたいなね。なでろだね。なでろっていうのね。一旦待ってね、あの肘がかゆい。さあ待って、あみそろそろ時間やばいか。何時読みや。うん、久しぶりに言った。誕生日を見た。ねえ下からやとさ、めっちゃ目がん開きでさ睨んでるみたい。ああ、交通費。そうそうだ、誕生を読まないとの思いも読みたいと思います。ね。でも毎日いるのは分かってるやん。裏金で。キッズあるわ。無理無理。追い出されるわ。ねえごまちゃん、そうそう、ちょっと準備のためにうん、準備のために壇上を読んで終わりと思います。終わろうと思います。何？急にどうした？
指輪さん。え？それ？そう。だらりらだらりらしてらら。ラスティラスティラリリラ。誕生を読みましょう皆さん。いきますよ。お、いいですか、誕生を読みますよ。あ、なんか歌って、なんか歌って、うん、なんでもいいよ。それ昨日あみが聞いてたやつ。他もっと、もっと何、 NNB 以外でも NNB でも他のやつも歌って、他のやつも歌って、何それ何だっけ、なんかあの外人の歌それは多分わかる。まあ、あみ、あちちちち流れてる。あれ昨日これ見たから。じゃあほんまに終わらないとやばい。終わります。誕生読みます。いきます。BGM 流しといて。13歳。流れさんありがとうございます。あれ歌っといて、東京ガール。12位、まちさんありがとうございます。11位、トッシーさんありがとうございます。10位、森健銀河さんありがとうございます。次、9位、スノーさんありがとうございます。8位ぬるさんありがとうございます。次はボディ&ソウル。8位まで読んで、あ、8位ぬるさんありがとうございます。ステップの毎日じゃいけてることさえ忘れちゃう、それじゃやない。7位ととぬるさんありがとうございます。6位、ようくん、ありがとうございます。つつみちゃんの5位、な、マスオさん、ありがとうございます。4位、びっくりマークの方、ありがとうございます。3位、高松さん、ありがとうございます。2位、トミさん、ありがとうございます。1位は、なんやこれ、なんて読む？ルカスさんか。ルーカさん、ありがとうございます。NNB 踊ってる。もういいよ、もういいよ、もういいよ、もういいや、もう諦めよう。ありがとうございます。あ、未影響や。来ます。マキシさん、コマありがとうございます。丹波の苗子タンパさん、ありがとう、ハートありがとうございます。ブタフライエフェクトさん、ハートありがとうございます。ルーカさん、ハートと招き猫かな、ありがとうございます。指姫さん、ハートありがとうございます。マキシさん、ハートありがとうございます。ソラマチの猫さん、かわいいスタンプありがとうございます。ショーマさん、ハートありがとうございます。ありがとうございました。あ、そうや、世界に一つげの花や、思い出した。そうさ、僕らは世界で一つだけの花。いろんなとこで。ねえそれ、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 あの世の店先に並んだ。
鼻歯がさん違う。世界に一つだけの花、流行ってたな。でも言うたやろ、だって今になって思うわ。なんかなんかレイポンってすごいとかさ、うん、アミナかわいいとかさ、うん、そんなこと思うけど、でもアヤミはアヤミという世界に一つだけの花やから、それをこう大事にやりましょうっていう歌やろ。うん、そういうことじゃ。ほら、ファンの方にも言われてんで、さすがさん急にどうしたってママ語る。クラシック。つづみちゃんかわいい。1時間してるよ。嘘、1時間半してるよ。1時間半してるの？うん。やばいな。だって7時から始めたもん。ま、うん、あとちょっとある。イエイ。よし、じゃあそろそろ。だ、男女呼んだわ。その当時のスピードとどうすないの、なに。そう、その歌を出した時のスピードと同じくらいやねんて、うん、へぇ、ボディ&ソウル、ボディ&ソウル、同じステップの毎日じゃいけてることさ、出ちゃう、それじゃ針がない。うん、そう、なんだっけそれ。まあ、お腹鳴った、今え、お腹鳴った、胃が働いてる今。ああ、うん、頑張れー頑張れー、フレフレイ、フレフレイ、フレフレイ。おねえ、どんな歌？笑顔咲く。だって私さくらんぼ言ってるやん。目が咲く君と、なあ、だだだだだ、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。そこだけ聞いたことある、私さくらんぼ、笑顔咲く君と、なあ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 、隣同士あなたと私さくらんぼ、なんかのテレビでやってた。アミナリ世代、アミナリ世代、ボディ&ソウル。縄跳びの方さ、アミナリ縄跳びの印象あるねんもん、さくらんぼ、サクランボ。なんだ、いや多分な、バラエティ番組で見てん。あー、そういうことか。あ、ギャルポスターか。笑顔咲く君と。そのサクランボもママたちの世代やで、めっちゃ。へー、あゆみた
ちは何やろ。じゃあさ、あのさ、未来で、未来はさ、ドライフラワーとかあやみたちの世代やったでとか言う時が来るんかな。アドは永遠に流行ってほしい。夏メロとか言われたくない。じゃあほんまに終わりますありがとうございました。明日は8時半かな。明日？うん、うん、だって土曜、日曜日だもん。日曜日か。そうだよ。あ、え、ほんまに今日公演か。ではありがとうございました。明日は8時半ですわよ。ありがとうございました。お邪魔しました。うん、おやすみ。おやすみ。ありがとうございました。うん、もう2024年か今では行ってきます。ありがとうございます。明日は8時半なのでよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。また後で。